YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、コールドラフトです。今回は兵庫県は六甲山というところにやってまいりました。お展望台ありまして、すぐ近くまで今来ているところなんですね。どんな景色が待ってるんでしょうか。ドラフト、あ、すごい青いね。青いですね。神戸の町ですね。港町の風景ですね。あれが、これが関空ですね。見るかなっていう疑問が。そう、そんなに地平線って。飛行機を、あ、飛行機を抑えた。うま、あれは何やろ、豪華客船か。うん、あの神戸ってなんかあのコンチェルトとか、ね、そういう、ね、なんか遊覧船みたいな豪華客船っぽいやつ。ここは六甲系で動いてね。神戸っぽい六甲作り。六甲山牧場のチーズケーキ、焼きドーナツ。今現在いるのがここちょうど六甲から一番見渡せるところですね。方角でいうとこっちが南、うん、1000万ドルの、1000万ドル、今のレートでいうとざっくり10億円。あ、こっちの方が見えるね。アベノハルカス見えるらしいですよ。アベノハルカス、あれかな。神戸牛ミンチカツとコロッケセット両方食べてる、うん、ナイス。好きで、ね、夢の商品。六甲ガーデンテラス行ってみる。なんか分からんけど、ショッピングガーみたいな。おー、あ、すごい木開いてる。あれ、そう、しばらく通ったらなんか上半身だけびちょびちょになるやつや。うわ、何も見えへんやん。わわわわ、真っ白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 、何にも見えりゃせん。今どこ？内陸の霧です。ここです。お土産物ショップ系が多いエリアですね、うん、自然体感展望台っていうのが向かい側。おう、あれが鳥の巣、北京オリンピック、あの住んでる、ね、北京オリンピックの会ピーターラビットたちと記念撮影できるこれ。うん、やばい、パーリーされたあ、ちょっとマグレガー、ね、黒いところ、暗い一面も。マグレガーさんがまずやばいですからね。ちょっとこのピーターラビット感がはい、ピーターさんすごく不思議な幻想的な雰囲気ですね。うん、名前忘れたけど、ベンジャミン・バーニー。バーニー豚が現れた。さあ、いたっけ3匹のシャレオツな豚ね。え、そう、気品のある感じじゃないですか。手折れてるよ、かわいそうに。ね、ちょっと最近折れた感ありますね。いや、これ触ったら僕のせいになる。そう、ややこしいですよ。これ杖の延長ですよ。ほんまや、指ちゃうやん。めっちゃ見られるわ。そうそう、入るんかい。あ、絶景、絶景です。そうですね、ホグが。あいにくの天候により、このような幻想的な世界を今のホグがかしこまっておりますけど、そう、あの決してね、あの手汗油分がレンズについてるわけではないんですよそうですね。やばい、絶句ですね。これは狙ってなんですね。こういうシーンがあんのかな。脳天直撃、釣られてるわけじゃなくて、はい、こういう絵ってよく見ますね。ピーターラビット、ピーターラビットはこのちっちゃい子、うん、いや多分ね、いないいないでもそう、ピーターラビットのお皿がもらえるとかいう時は大体こういう時代の先取り。いや、ほんまこれランチパックですよ、完全に。で、ブルーベリーですねブルーベリーのランチパックあんの。はい、これはね、本当にあるんですよ数少ない僕の真実何買ったん。出たウイスキー、おー、明石の
チウイスキーっていうのがあったんで、明石か、兵庫県明石市の小さなウイスキー蒸留所で作ったモルト原酒をオークタルで貯蔵しブレンドしました。度数40%。はい、ということで6個ですね。ちょっとね、天気が急変して雨に遭うことは幸いなかったんですが、霧がかかってっていうのがちょっとシャープニングもありましたが、個人的には楽しめたかな。そして魅力まだまだ一部だけであるんですけど、お伝えできたのではないかなと思います。皆さんも来てみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。それでは